和田正幸と赤羽健二の和ダックスレディオ。皆さんこんにちは、ダックス企画プロデューサーの和田正幸です。皆さんこんにちは、ダックス赤羽健二です。この番組はアニメや漫画の企画とクールジャパンを推進するプロデュース集団 X アーツの代表和田正幸さんが赤羽健二と一緒にお送りするアニメ制作バラエティラジオ番組です。今週も始まりました。もう3月の末ですね。早いな。ドラあれでもそこもね、あれ年度って年度はもう書けないでしたっけ。4月の2日からでいいんだっけ。これは変わらないでしたっけ。なんかもう令和になってかいろんなことが徐々になってる。もうね、本当ですよね。なるほど、年度は変わらないですね、うん、じゃあ年度はじゃあこう4月からってことですね、うん、じゃあね、もう直前ということでございますけれども、はい、ね、今回のトピックス、テレビ東京、さんがですね、4月改編のキャッチフレーズをテレ東の必殺技アニメグルメドラマおめえとした。へえ、4月9日から新アニメスパイファミリーね、うん、土曜午後11時からね、またすごいところにね、枠作りましたね。普段アニメに詳しくない人もチェックしていただければ、ヒューマンドラマだけでなくコメディアクションいろんな要素が山盛りになっているとアピールした。このほか女子ゴルフがテーマのオリジナルアニメバーディーウィングゴルフガールズストーリーなどを放送する。うん、ね、いやいやいや、そうか、スパイファミリーここに持ってくるの ね、 ねえ、あの MX かなとか CX かなとか思いきや、まあ、もうだって放送する前からちょっと話題性が強いから、まあ賞賛あるんでしょう、ね、賞賛あるんだと思いますよ。だって土曜日の夜11時って言ったらね、もう相当あれでしょう、ね、いい時間帯ですよ、うん、深夜ドラマもあればニュースもあればの時間に勝てると思ってるんですよ。素晴らしいと思います。相当あのツイッターでも見たけど、スパイファミリーの番宣がなんか劇場レベルだみたいな、もうあっちもこっちもで広告が出てるっていうので、ね、いや結構話題になってました。そういうぐらい押してる感は感じますよ。うん、ね、あと女子ゴルフがこれね、すごいね、女子ゴルフをアニメ化ってなんか攻めてますよね。テレ東さん本当になんかちょっとアニメ分野やっていくぞ感を感じますよね。バネさんあれ、あのプロゴルファー猿はリアル世代じゃないですか。リアル世代ではないですね、知ってはいますけれど、旗包み、なんかライジングインパクトしか僕、ね、ありましたよね。ライジングインパクトは好きでしたけど、あれどっちかやっぱね、基本的に男性が出てくる作品だったから、うん、やっぱさ、風読んだりとか、あとあの芝を読んだりとか、この芝の 目がこうでみたいな感じなんですかね。いやだから女子ゴルフを、うん、まあ、確かほら、ね、女子ゴルフ自体盛り上がってるじゃないですか結構、うん、ああ今絵をね見せてもらったら、絵のタッチも俺思ってたのと違う、結構ちゃんと等身高めのね。そうか、世界の女子ゴルフだから外国の人がいたり、古谷さんいるじゃん。古谷さん、アムロじゃん、うん、池田さんもいるじゃん。ああ、そう、あら、まあ、そう来たか。あ、そうしか言えないもん、うん、へえ、黙っちゃったね。あの映像見てしまった。古谷さんだってゴルフお好きですもん ね、うん、ね。いや、青鬼のコンペあるじゃないですか、ゴルフコンペ。それもね、すごくお強いというのを聞いたことありますよ。バネさんゴルフやんないの？ゴルフ興味がないわけじゃないですけどね。雲翔さんとかに、うん、やらねえのか赤羽はって言われて、あ、興味はありますみたいな感じで喋ってて、結局ね、雲翔さんもできなかったなと思ったりはしますけど。へえ、いや思ってたよりもなんか割とちゃんと、もうちょっとなんか可愛い女の子たちが、そうそうそう、日常系というかね、やんのかなと思ったら、割とちゃんとガチゴルフになんかちょっと大人の話を交えてそうな雰囲気を感じる、ね、なんなら事件とか起きそうな、ね、感じですよね。いろいろ、ね、だって表世界ってあって裏世界もあるってことでしょと思うから、そうそうそう、実は殺し屋だったみたいなさ、ね、いやぜひ皆さんちょっといいっす、ね、バーディーウィング、生命って、うん、まあすね、なんかスタッフ気になっちゃう、うん、4月5日からということでね、もうすぐだ、1週間、ね、こちらも4月版ということでございます。じゃあテレ東さん、皆さん、まあ、今回ね注目でございます、うん、はい、それでは早速始めていきましょう。和田正幸と赤羽健二のワダックスレディオ。いやー、ライン、ガウェイン好きだった、ライジングインパクト。和田正幸と赤羽健二のワダックスレディオ。ワダックスランキング。アニメ声優業界のさまざまなものについて、ワダックスレディオなりのオリジナルランキングを番組を聞いているリスナーさんの皆さんと一緒に決めていっちゃうというコーナーです、うん、はい、番組から発表されるテーマについて1位から3位までのランキングをね、考えてお答えくださいということで、まあ、番組がですね、1位を3ポイント、2位を2ポイント、3位を1ポイントとして集計しております。で、
今回ですね、我々がこの前やったんですか、前回ぐらいね、あれも込みで、ポイントとして集計したのをちょっとね、最終あとリスナーさんからいただいたのを今回、お便りが頼りでございます、合わせて最終的なランキングにして発表していきたいと思います。お願いしますですよ。はい、ということで今回のテーマはミステリアスな魅力のある悪役をやらせたらすごいと思う声優ダンス。はい、というわけで、メールもいただいております、ちょっと紹介します。ハジャリブレさんからいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。何度俺2回言ったんだろうな、ありがとうございますね。2役ポンさんバネさんこんにちは。こんにちは、こんにちは。多分ここで言うつもりだったんですけど、はいはい、ランキング考えてみました。3位、遊佐浩二さん、はい、おね、ミステリアスと神経質さを兼ね備えた悪役というイメージが強い、うん、2位、浪川大輔さん、ほうほうほう、ハンターハンターの秘策が良かったです、うん、そして1位、平川大輔さん、鬼滅の刃の演武はすごかったですということでね、普段ね、日常を題材としたアニメを見ることが多いらしくてですね、悪役を出ている作品あまり見たことがないのですが楽しく考えることができましたとのことで、ありがとうございますね。いや、わかるよ、わかる、誰一人確かに挙げなかったけれど、わかる、これここのね、このだからね、いるんよ、うん、声優業界いるんよ、もう激戦区だね、だからね、うん、そう、なるほどね。いや、わかるよ。しかもこう年齢感とか見ると、なんかその人のね、なんかちょっと若干年齢感を見えてくるというか、ね、そう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 、役者さんの年齢感、僕らが言った大御所よりももうちょっとね、お若いというか、中堅って言ったらもっともっと売れてる人だからね。わかる、ゆささんは、ね、ブリーチの銀とかあるよね、このミステリアスな感じとかさ、はい、続きましてゆったんさんからいただきました、ありがとうございます。和田ポンさん、小真さん、こんにちは、ダックス、こんにちは、ダックス。今回のテーマがミステリアスな魅力のある悪役をやらせたらすごいと思う声優男性編ということですが、私は男性声優さんが大好きなのでめちゃくちゃ嬉しいテーマです。私の思うランキングご紹介させていただきます。3位、内山聖輝さん、ハンターハンターのメルエモンイメージ。2位、諏訪部純一さん、呪術廻戦の両面スクナ、そうだね。1位、関俊彦さん、鬼滅の刃の、そうね、ねえ、無惨をイメージして、やっぱ鬼滅強えな、鬼滅来てるな、無惨様。でも鬼滅来てるんだったら、やっぱこう僕が挙げて石田さんもやっぱ来てるんじゃないかな、これ。いやいや、もうね、もう加減も上限もいろんな魅力的な鬼がいっぱいいますから ね、あ、そうだ、最後コメント、3人とも大好きな声優さんで悪役がお似合いな素敵な方々だと思います、共感していただけたら嬉しいです。共感するよ、共感する、共感しかない。まあ、でもね、僕の世代からすると関俊彦さんはやっぱり永遠のヒーローというかね、ちょっとこうかっこいいのと3枚目ができるところなんですよ。そうですね、確かに。そこからね、あの渋みを増して、この、いやでも普段喋られるともっと高い声じゃないですか、でもあの無惨様の声っていうのは本当にゾッとするから、やっぱすげえなと思う。無惨も別に、原作ね追っていくと最後の方はだいぶ出てくるけど、割とほら序盤の方ってちゃんとした人っていうか、ミステリアスが強めで、なんか別にね、悪がすごい強い感じに聞こえないというか、戦闘力不明なね、ちょっとこの、そうそう、だからこその積算感もね、すごい感じるから、いや、共感します、ちゃんこわかるしますんで、早速じゃあ発表していきましょうかね。はいはい、はい、では行きましょう。ミステリアスな魅力のある悪役をやらせたらすごいと思う男性声優第3位は石田明さん。嘘だ、3位、まさかの1位ではない。嘘だろ、最近ほらバットマンもやってるじゃない。でもバットマン悪役じゃねえか。あ、バットマン悪役じゃねえか、うん、いやー、そうか、石田さん、石田さん、そうか。これはね、やっぱ世代をまたいで、このみんながお便りをくれる中での、そうね、ね、あるじゃないですか、やっぱ。石田さんを抜いて残る2人は2、1は何なんだ、誰が入ってくるんだっつ、話になりますよ、ね、2位行ってみる、行ってみる、そっか、もう2位行っちゃう、じゃあ行きましょうか。ミステリアスな魅力のある悪役をやらせたらすごいと思う男性声優第2位は遊佐浩二さん。あら、ここで来る遊佐浩二さん、やっぱ遊佐さんなんだな。まあでも確かにな、遊佐さんはなんかそうだな、確かにヒーローイメージというか、確かに僕もそっち
いやだから伊佐さんはやっぱりなんだろう、やっぱ悪役か、なんか確かに二面性を持ってるかなって役は確かに多い気がする。京都人だからかな、京都人なんですね多分ね。ミステリアスなところもあるけど、なんかその、はい、でもその中でも二面性っていうところだと確かに遊佐さんってなんか、うん、よく僕のイメージだといらっしゃるイメージというか、なんか絶対何か含みを持っている人みたいな、うん、いやー遊佐さんか、やだ、そこ知れない感じ、遊佐さん確かに、しかも遊佐さんエロいんだよなやっぱり。じゃあ行きますかね。ミステリアスな魅力のある悪役をやらせたらすごいと思う男性声優 A 校の第1位は、平川大輔さんです。平川さんやっぱあれなのかな、鬼滅のイメージも強いのかな。そっか、でもまあわかる、平川さんはなんだろう、ニコニコしてんのにサイコパスって感じすげえある。だそういった意味で、ね、その鬼滅の演武もそうだし、そう特に平川さんなんか絶対人が最初良さそうな感じがするのに蓋開けたらやべえやつだったみたいなパターンの悪役は、確かに僕のイメージは平川さん確かにすげえ強いなって感じがある。いや意外とだからね、なんか年齢層が下がったというか、あれね面白い、早見翔さんとか大塚芳忠さんとかどこ行ったみたいな感じ。まあ、だから中尾流星さんとかね、ね、読ませてもらったメールもやっぱり鬼滅が多かったから、やっぱ犠牲はあるんだと思いますよね、今流行ってるものと言いますか、ね、確かにね2020年代の悪役といえばというのがやっぱ今の旬だったりするから、そうか、やっぱりね、どうしても目につくのは今やってるものじゃないですか、どうしても。確かに振り返ればほらめちゃくちゃたくさんいるじゃないですか、確かに、ね、80年代90年代それぞれの、ね、源田鉄章さんとか ね、 もういらっしゃるし、ね、そうね、そう多分ねラスボスはいるんですけれどね、若本さんとかそうですし、ね、そうだけどやっぱね多分今ちょうど放送してるとかってね、やっぱリアルタイムって強いんだなと思う、ね、呪術の諏訪部さんもそうでしょうし、確かに、まあ、面白いなと思うのがやっぱりなヒーロー側をやってきた人がある時にキャリアを重ねて悪役に闇落ちするというか、こう悪い方に行く時があるじゃないですか。ありますでもあります、ずっと若い時から悪役をやってる人もいるし、ね、なんかそれぞれのキャリアがやっぱあるんだろうなと思うし、誰なんだろうずっと悪役やってる人って、確かに、なんか僕も確かにどっちかというと、みんなほら内山くんもそうだし、内山くんはやっぱ主役が多めだけど、最近ある悪いのもやってるみたいな感じ、だそういう意味だと諏訪部さんとか割とあれなのかな、イメージ的には主役よりもどっちかというとライバルキャラも多くてラスボスもやってるってイメージはあるのかもしれないですね。ほら後部圭吾とか、はい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 、そうね、テニプリのやっぱ絶対的ライバルの一人みたいな感じだったじゃないですか、そうかずっとラスボスやってる人って誰なんですか、和田さんの中で。僕はあんまりそうですね、声の低いでいうとゴーリ大輔さんとか、あーゴーリさんね、マフィアのボスみたいなズホーみたいな感じで、ゴーリさんね、確かに、でもミステリアじゃないからね、はっきりとボスっていうか、あと誰だろうな、あでも源田鉄章さんは逆に最初はやっぱヒーローのイメージが強かったかな、なんか確かにな、源田さんはミステリアスかって言われると、ね、豪快なんだよな、でなんならちょっとお母さんみたいなあったかい声がね、なんでか低いんだけど包み込むようなお声されてるから、だから多分この意外とミステリアスっていうワードが意外とどっちかっつーと、やっぱちょっとどっちかっつーとちょっとかっこいい役やってた人がこっちに闇落ちじゃないですけれど、やっぱキャリア重ねて ね、こっちのもやるとやっぱ印象がつきやすいのかもしれないですね、やっぱ分析すると、まあ、岡本信くんとかもそうですよね、ね、俊彦さんもそうですし、ね、俊彦さんもそう関さんもそう、関友さんってどうやろうね、悪役やってんのかな、いややってますよ、ね、あの人もなんかミステリアスというよりかどっちかというと結構強えな最初からこのラスボスみたいな感じのタイプですけど、ね、やっぱあの方もねどっちか主人公気質から始めて今じゃねもうどっちもずっとやってるって感じですからね、というわけでございまして、はい、このコーナーでは皆さんからのランキング引き続き募集しております。現在募集中のテーマはミステリアスな魅力のある悪役をやらせたらすごいと思う女性声優バージョンです。はい、メールには1位から3位までを考えて番組まで送ってきてください。またツイッターでも募集しています。ハッシュタグはひらがなでワダックスにカタカナでランキング、
ね、ではワダックスランキングとつけて、ください、こちらは1名の名前だけでも OK でございます。以上ワダックスランキングでした。和田正幸と赤羽健児のワダックスレイディオ。ワダックス公開オーディション。前回この番組の中でこれまで行ってきたワダックス公開オーディションの結果が発表されました。今回はその合格者が実際にどんなお仕事をしたのかレポートしていきたいと思います。はい、というわけでございまして、早速お仕事をしていただいたということで、見事合格したのは総合学園ヒューマンアカデミーパフォーミングアーツカレッジ仙台校の小原ルナさんと同じく大宮校の渡辺達也くんでございました。本日ですね、小原ルナさんの収録風景をですねお聞きいただきたいと思っております。小原ルナさんが担当しましたのはスマホゲームドラゴンスマッシュのウェブ CM のナレーションでございます。なので早速ね、その様子をお聞きください。どうぞ。はい、じゃあ頑張ってください。よろしくお願いします。お願いします。それではいきます。3、2、1、9。私いつか必ず強くなる。君ならどっちに進化させる？はい、ありがとうございます。なんかもしあれだったら最後のナレーションをもう少しニュートラルなパターンももう一個いただけたら。そうですね、ちょっとあの萌え系寄りになっちゃってたところはあるので、あのナレーション4だけあのもうちょっとニュートラルな感じで、はい、もう1パターンいただけますか？君ならどっちに進化させる？はい、ありがとうございます。いいと思います。はい、ありがとうございます。私も良いと思います。ありがとうございます。あ、小原さんお疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございました。すごくそれぞれなんかすごくキャラクターを作ってきていただいて、すごくそれが発揮されてて良かったなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、というわけで収録の様子をお聞きいただきました。うん、なるほどね、こういう感じよ ねこういう感じですね。だってもしかしたら人生で初めての、ね、収録かもしれないし。そうですね、でもなんかその終わりにはとても落ち着いてる感をすごい感じましたけどね。なんかもうちょっと緊張してる感とかほらにじみ出ることって多々あると思うんですけれど、うん、今でも全然あるんですけど、ね、特にそういったこともなく堂々とディレクションに対してちゃんとなんだろうリアクションって言いますかね、うん、そういうのを返していた感じにね、聞こえましたけれども、まあね、そこら辺もねちょっと込みでいろいろとね伺っていきたいと思います。はい、ここでそんな小原ルナさんとリモートがつながってますんでお呼びしましょう。小原ルナさん。はい、小原ルナです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ね、おめでとうございました。おめでとうございます、ね、直接ねなかなか言う機会なかったんでね。はい、というわけでまあね、ナレーションを読んでいただいたわけでございますが、収録どう、まあ、収録の前にそうですね、先に我々がねあの合格しました的な話をして、どっから誰から来た感じですか、合格の通知といいますか。担任の先生から聞きました。なるほど。そかそか、どうでした、嬉しかったもんですか。ちょうど新旧公演と被ってて。なるほど。新旧公演の稽古でその時が聞いた時がちょうど稽古と被ってて、じゃあきっと嬉しくて泣き崩れてくれたに違いない。そうです、あの稽古のことでちょっと頭がいっぱい。いやだよね、世話しないよね、わかる。頑張んなきゃいけないもんね。ほんとね、学生の時のあのなんだろう舞台のやつって本当にずっとなんかやってなきゃいけない感じがすごいあって。そうか、そういうタイミングだったんですね。そうですね、あでもすごい聞いた時は嬉しかったです。あ、じゃあ、まあ、収録も割とんじゃもうその舞台稽古の合間を縫ってって感じになったんですね。そうですね、はい。なるほどな。どうでした、ちなみにでも実際これリモート収録になったんですか、ね、スタジオには来ずに、やっぱりこういうご時世でもあるから、あのズームとかね画面を通じての収録ですよね。行けるのね、なるほどね。だから小原さん自体は学校のスタジオにいたのかな。
あ、まあ、そうですね、スタジオで撮りました。そうですよね、うん、でないと 音的なこと考え、なるほど、でもそういうやり方だったんですね、うん、どうでした、まあそういった面とね、今回ということはディレクターさんともお会いはできてない、実際顔もう本当に小原さんのそう音声だけ でも、ね、ディレクターさんとかそのクライアントさんは全部ズームっていうか、ズームっていうかリモートってことですよね、うん、なるほどなるほど。で、あの女性の声聞こえてたと思うんですけど、あの、うんうんうん、番組のねプロデューサーである加藤プロデューサーがかなり優しくあの、ね、説明をしてたと思うから頑張ってくださいって言ってましたもん ね緊張がほぐれたかもしれないですよ。どうでした収録自体は。でも実際緊張はしました、そんな今ほぐれたかもみたいな話も出ましたけれども。そうですね、やっぱり当日まですごい緊張してて、もうなんか本当に自分でいいのかなって思っちゃって、なんかあの実際なんかこういう風に演じてくださいみたいなのを指定されてて、あのツンデレが難しくて、ちょっと特にツンが難しくてどうやるんだろうって思って、あの、ね、私の声質的になんかツンがあんまりできないっていうか難しい感じで、ご自分の中でね、はい、あのこっちで聞いてるとねツン全然いけそうな感じがするんですよ、だからそうか、ご自身としてはそう思うところがあったんだ。なんか何パターンかあったってことなんですか、これツンデレ以外もなんかいろんなパターンでちょっとください的なのが。なんかいろんな、うん、とセリフがあるんですけど、うんうん、そのセリフごとにこうやってくださいっていうのが決まってて、なんかそれで何パターンかやるみたいな感じで、うん、なるほど。ツンデレ以外何があったって覚えてます、なんかこんな感じでくださいみたいなのが。ツンデレのツンとデレとあとなんか自然な感じ。はあ、なんか確かに自然な感じって確か言われてましたね。はい、なるほどね。まあでもね、多分そこら辺はでも僕らはそう、小原さんはなんか最初からそう、そこら辺が、うん、そうできるこのイメージがあったんで、そう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 、うん、でもね、なんかディレクション聞いてる限りはそんなにね、ご本人緊張してたって言ってたけど、そういった感じも、うん、そうすごい多分だから緊張が本人しててもあんまり見えないタイプなんでしょう ね声触れちゃったりとかもしないというか、もうなんなら新人から中堅ぐらいの間 の、 あの声優さんぐらいの受け答えだったなと。難しいですよね、得する時と得しない時があるんですけどね、うん、こう緊張が見える見えない時って、そうそうそう、分かってくださいよって時は ねあったりもするんですけれど、うん、なるほどな。じゃあちょっとそれも踏まえてちょっと完成版も聞いてみますかね。うん、うんね、それがね、あのさっきの素材というかね、あの CM の収録の様子からの、まあ、これが完成版というカンパケということでございまして、ね、はい、あ、そうか、カンパケ初めて聞く。あ、初めてです。ね、ちょっとじゃあなるべくいい音質でお届けできるように頑張ろうと思います。ではですね、じゃあ、最後に小原さんと一緒に完成したそのウェブ CM 聞いてみたいと思います。どうぞ。ドラゴンスマッシュ。私、いつか必ず強くなる。みんなビリビリよ。あなたのハートに燃やします。君ならどっちに進化させる。はい、というわけで聞いていただきました。どうですか小原さん、ね、完成したのをちょっと初めて聞いたというのことでしたけれども。はい、実際聞いてみて、うん、あの自分撮った時は自分の声だけだったので、それがあのいろんな音とか重なってて、あ、なんかすごいなって思って、なるほど、はい、あのあんまりなんか自分の声とか演技とか実際に見たりするのあんまり得意じゃなくて、なんか恥ずかしい気持ち。いや、わかるわかりますよ、うんうんうん、でもなんか今回のはなんかちょっと自分が好きになったというか、自分にちょっと自信が持てるようになった。早いね、すごいね。いやでも、今更なんですけど、これ映像見てないんですか。映像と合わせて収録してるわけではない。あ、映像と合わせて、ね、ちゃんと動画と合わせて、よかったよかったよかった。なるほどね。いやでも全然いやでも確かに自信を持っていただきたい感じで、全然普通にキャラクターとして、ね、うんうん、確かあのツンデレのツンのことはなんか、まあ、本人苦手って言ってましたけど、やっぱりでもなんでしょう、なんか例え方がすんごい
なんだろう、普通のオタク的な言い方で申し訳ないんですけれど、なんか若干ちゃんと釘宮さん味を感じたと言いますか。そう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 、俺も思った、釘宮さん味。そうそう、いやだからなんかね、感じたからツンデレのツンが苦手だと思うんだったら、あの釘宮さんが出てる作品とか見てみたらいいんじゃないですか、ね、割となんかね、うんうんうん、そう、そこはかとなく感じたので、ツンのところに。ありがとうございます。そうだから全然あのご本人はむずね、ちょっと苦手って言ってたけど、うん、全然いけると思いますので、いけると思う、ぜひ、うん、とっても素敵でしたね。自信を持ってちょっと今後とも、ね、これがね、こういったお仕事もそして舞台も、うん、もろもろ実際ね、動画になって世に出るわけですからね、うん、頑張ってもらえたらと思いますよ。いや本当にあのね、緊張したと思いますけれども、あの本当にオーディションから受けていただいてありがとうございました。ありがとうございました。というわけでございまして、次回ですね、同じく合格した渡辺達也くんの収録の様子をお聞きいただきたいと思っております。以上、ワダックス公開オーディションでした。小原ルナさん、ありがとうございました。ありがとうございました。渡辺千里と赤羽キャッチのワダックスレディオ。お届けしてきました和田正幸と赤羽健二のワダックスレイディオ、そろそろおしまいのお時間です。番組では皆さんからのメッセージをメールやツイッターの DM にてお待ちしています。メールは和田ックスアットマーク joqr.net。 番組でお便りが採用されると、和田さんと赤羽健二の直筆サイン入りオリジナルステッカー、5通採用されるとオリジナルエコバッグを差し上げています。またこの番組の公式ツイッターには放送後のレポートや収録風景の写真なども掲載されています。ぜひフォローしてください。公式ハッシュタグはひらがなでワダックスです。そして番組公式 YouTube ワダックスチャンネルも開設されました。番組本編とおまけトークがお聞きいただけます。詳しくはツイッターにリンクが貼ってあります。チャンネル登録よろしくお願いします。さてここでお知らせです。おい和田さん、はい、お願いします。ゲストがまた再来週ですね、うん、来てくださることになりました、次の回ということなんですが、うん、なんと漫画家の浅見明也先生をお迎えします。い、はい、実はワダックスとしては2回目なんですけど、数年ぶりかな、あの35周年の画業でね、あのすごいことなんですけど、もうずっと第一線を行ってらっしゃる先生で、その画集が出るので、うん、ほやほやのなんか見本紙を持っていってくださるということで、ちょっとじゃあ、はい、聞きましょう、ね、そのなぜあんなに美しい絵を描けるかというのね。いや本当にもうね、うん、あのもちろんあの女性のキャラクターもめっちゃ素敵なんですけども、あれですよ、ヤマトのね、あの戦艦の絵とかね、とんでもない絵を描いてらっしゃる、ね、うん、メカもすごいし、もうで世代によってはコレクター優位が好きな人とかね、あのなでしこが好きな人とかそれぞれいると思うんです。まあ僕はちょっと背伸びしながら子供の頃サイレントメビウスを見てましたが、ね、アニメーターからね華麗な転身をして、いやーだすごいっすよね、うん、今もトップランナーの一人でございますよ。そうでもいるよね、アニメーターさんからなんかそっちに行って一気に花開く人とか、うんうん、いらっしゃるか、なんかそれも込みでね、ちょっと経歴もちょっと聞いていきたいですね、うん、はい、うん、というわけでございました。お時間でございます。あ、なのでね、皆さんね、あのぜひお便りとかね、先生に対してもし聞きたいことありましたらぜひ送ってきてください。はい、改めましてお時間でございます。ここまでのお相手は企画プロデューサーの和田正幸と赤羽健二でした。ありがとうございました。この番組は株式会社エクスアーツと総合学園ヒューマンアカデミーの提供でお送りしました。